こんにちは。こんにちは。じゃあ、韓国語の部屋の時間、ときめき韓国語。じゃあ、今日はね、ドラマを用意して、ドラマ。韓流ドラマね。韓流ドラマ。その中に出てくるセリフをちょっと紹介してみようかなと思って。はい。うん。じゃあ、금나와라뜻다というドラマだけど、日本語、そうそう、금나와라뜻다。そう。日本語で言うとね、日本語のタイトルが、金よ、出てこい、コンコン。っていう。何そのタイトル。ねえ、ちょっと珍しいね、カレツラがね。そうだよね。そうそうそう。面白い。これ、これね、予告編を用意したよ。予告編。予告編、うん。見ていただいて、それをちょっと、そこに出てくるセリをちょっと言ってみようかなと思う。うん。あ、はい。うん。じゃあ、だったら、今からちょっと、見てくださいね。めっちゃ面白いでしょ。面白そうだった。うん、これ視聴率 20% 超えたよ、ほんと。めっちゃ人気あった。あ、ほんと？うん。すごいじゃん。それだと長いよ。50回まであるよ、これ。あ、そうなんだ。うん、めっちゃ長かった。これ。朝ドラみたいな感じ、うん、そうそう、長くて面白い。うん、へぇー。朝ドラじゃなかったけどね。あ、そうなんだ。うん、うん。朝ドラもあるね、韓国。お、もちろんあるよ、朝ドラ。あ、ほんと？そうそうそう。まあ、信じられない、なんか、まあ、事件が起きるとか、朝ドラは、特に。すごい朝ドラ。うん。じゃあ、はい、ここに、出てきたセリフ覚えてるかもしれ、あ、覚えないかもしれないけど、ちょっと見てみよう。じゃあ、この予言出たよ。予言で。おー、제목을달리는거예요。여기직진차량우선이거몰라요。우리거래합시다뭐래요어딜보고다니시는거예요온나노코가오코타요네몽이몽이주인공의이름이몽이네몽이몽이가어딜보고다니시는거예요네아그러면은そうそうそう자그래どこ見てるんですか그래도키타가좀오코때좀있더니どこ見てるんですかどこ、あ、それ怒ったの全然伝わらないけど。そう。どこ見てるんですかそう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 。そういう感じで。あ、はい。おでりぼこ何しぬんごえよ、とか。うん。言ったよね。そう、怒ってた、ね。うん。そう。これ。下は、これ。これ。あ、これ。これ。あ、で、引き取りね。あ、違う。取り行きね。あー。あ、わかったわかった。うん。ヒョンス。あの、財布出しながら。ああ、そうそうそう。4万円あげたりと。4万円だったよ。あ、4万円。ほんと？4万円あげたりと。あの子すごいよ。本名がヨンジョンスだけど、本名がヨンジョンだけど、ハンガイン知ってる？ハンガイン知らない？ハンガインっていう女優と結婚したけど、9年前。はいはい。すごく美人で、うん、設計、なんか、韓国人としてちょっと有名だったの。設計なくてもめっちゃ綺麗な人って呼ばれて。あ、ほんと、うん、じゃあ、어딜보고다니시는거예요。어딜보고다니、これ、うん、これ、어딜보고다니시는거예요。なんか、例えばね、歩きスマホっていうね、歩きながらスマホ、ああ、なんか、歩きスマホ。あり、うん、ああ、言わない言うよね。その時はなんか、ぶつけた時は、おでぼこだにしぬんごよって言う。ああ、そうなんだ。そうそう。韓国にもいるの、その歩きスマホやる人。歩きスマホいるね。いるね。多そうだね。ああ、多いかな。多いかな。日本よりスマホとか好きそうなんだ。ああ、スマホ、日本より好きっていうか、ま、全国、なんか、世界中が好きじゃないかな。スマホ。まあそうだね。何でもできるもんね。そうだね。なんでできないことないもん。うん。じゃあ、じゃあ、これと、これ。次はこれね、これ。これ。うん、取引。これ。
これよくするね、これ。これしないの、ティタ。これ。これしないのって言われても。しないの、これ。じゃあ、これ、うん。引き取りって言うよ。うん。取引。あ、取引。何引き取りって言うんだ、ちょっと。取引ね。うん。取引、これ。じゃあ、うん。じゃあ、発音してみようか。発音してみよう。はい。うん、発音。じゃあ、見て。어딜보고다니시는아다시다니는거예요어딜보고다니는다니는거예요이때이때오늘어딜어딜어딜보고다니는거예요ちょっと怒って、어딜보고다니는거예요。어딜보고다니는거예요。そう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 。はい、次は、거래。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 うん、そう。うん、じゃあ。よし、よくしたね。よくやったね、聞いた。うん。あ、ありがとうございます。うん、OK。じゃあ、今日はここまでです。はい。じゃあ、今日はここまでです。じゃあ、コンボが出しょっなよ。じゃあ、ダメと、あんにょん。じゃあね。あんにょん。